アイドルグループゆるめるも2在籍、現在はゆるめるもを引退し、タレント、歌手、ミュージシャン、モデルなど様々な場面で活躍をしているあのちゃん。独特なキャラで大人げのあのちゃんですが、その背景には多くの事実が隠れているようです。今回はあのちゃんの独特なキャラクターについてや病気や過去についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。名前あのちゃん、本名清水彩乃、性別女性、生年月日1997年9月4日、身長165センチメートル、出身千葉県柏市、血液型 A 型、最終学歴日本体育大学柏高校。あのちゃんは2013年から芸能界での活動を始め、所属事務所はトイズファクトリーに所属しています。デビューに至るまでは周囲と上手くなじめず、中学時代は保健室登校で過ごし、高校を入学直後に中退、引きこもり生活を送っていました。学校以外の居場所を求め、スーパーマーケットでレジ打ちアルバイトをしていましたが、接客は苦手だったようで、しばらくして辞めてしまいます。そんなあのちゃんですが、アイドルには興味がなく、ミュージシャンになるつもりもなかったのですが、ツイッターのリツイートでメンバー募集を見かけ、音楽が好きな人、お笑いが好きな人と募集要項に記載がされており、雰囲気が緩そうで楽器の演奏もできそうだったことから応募に踏み切ったと語っています。応募後は面接に躊躇し、プロデューサーからのメールを無視していましたが、ライブに一度来てくれるだけでも良いなどと繰り返し誘われたことから、思い切ってライブ会場に足を運びます。そこで見たライブは未完成なものであったこと、自分が求められる経験が初めてであったこと、他に今後やることがなかったことを理由に成り行きで加入することとなりました。現在では数々のメディアに出ており、瞬く間に有名人になってしまいました。あのちゃんはキャラクターが個性的で、舌足らずでゆっくりとした小声の喋り方が特徴的ですよね。インパクトはかなり大きく、一度見たらなかなか忘れられない方も多いと思います。あのちゃんのキャラを怪訝に思うならまだしも、その独特な喋り方は嫌い、不快などと感じる方も少かなからずいるようです。その上でこの独特な喋り方を中心に、その言動について何らかの理由があるのではないかと考えられてもいるようです。その一つがキャラ作りという意見です。独特な言動は天然ではなく、意識的にわざとやっているのではないかというのです。その一つの根拠として、過去にあのちゃんの映像と現在のものを比較して、昔はもっと自然体で話していたなど言われています。過去のあのちゃんの態度が慣れない芸能界で生き抜くために身につけようとしたキャラであった可能性があります。好き嫌いは分かれるかもしれませんが、その真意についてはあのちゃん本人しか知らないでしょう。またあのちゃんの特徴的なこととして、一人称が僕であることが挙げられます。芸能界には様々な人がいるので、特別おかしなことでもありませんが、それでも印象に残るのは確かです。なぜ一人称が僕なのかという理由について、ネット上ではキャラ作りではないのかとの意見が多数でした。他にも、中性的でありたいから、女性らしいと思われたくないからではないかなどの意見も見られるようです。そのような声に対して、あのちゃんが自身のインスタグラムでは、そもそも海外に行ったらみんな自分のことを愛、私って言うでしょ、男の人でも私って言うけれど、それにわざわざなんで私って言ってるのって聞くの、理由なんていらないんだよそもそも、このように、まず前提として一人称に対して特別な理由付けの憶測に対しても反論を加えています。中性的なんて思われようと思って変えられるものでもなければ、女性らしくない人でも私って言ったり、一人称なんかで何も変わらんけどね。芸能界を生き抜いていくキャラ作りなんてもってのほか、今みたいにお仕事する前だし、そのためなわけがない、そのためにしてることなんて何一つない、何も分かってない、このように中性的であることへの願望やキャラ作りという理由を強く否定しました。普段テレビで見かけるあのちゃんは
自分の意見を主張する場合でもうまくマイルドに発言する印象があります。そのためこの一人称に対する強い語調を見る限り相当腹に据えかねている問題だったということなのかもしれません。ただの好みであるとかなんとなくということなのかもしれませんね。あのちゃんはその個性的なキャラクターゆえに面白いと評判があります。人気バラエティ番組水曜日のダウンタウンの出演やラビットのドッキリ企画など可愛らしく不思議な見た目にもかかわらず芸人顔負けの面白いトーク力が光りバラエティ番組に引っ張りだこ、ツイッターなど SNS でもかなり話題になっているようです。ネット上にはあのちゃんのキャラ作りという意見以外に精神障害ではないかと噂になっています。あのちゃんが精神障害を抱えていると公表はされているわけでもなくただの噂や憶測に止まっています。また本人はコミュニケーション障害だと認めているようです。もちろん本人はコミュ障が原因で今まで苦労してきたこともあるようですが部外者がその点に関して障害という強い言葉を持って何か指摘したりするのは不適切でしょう。他にも普段のあのちゃんの仕草を見てチック症ではないかと言われてもいるようです。チック症とは不規則で突発的な挙動が無意識に繰り返される疾患のことです。しかしチック症は根本的な原因が解明されているわけでもなくあのちゃんに結びつけるのは何の根拠もないこじつけだと思われます。さらにあのちゃんはかつてリストカットの写真を投稿して少し話題になったことがあるそうです。そのため何らかの心の病を心配されたということもあるかもしれません。この点に関しても証拠があるわけではなく本人の公表もありません。あのちゃんの性格言動の理由について憶測をご紹介してきましたがどれも明確な根拠付けのあるものではなく単なる噂やただのこじつけに近いものだと言えるでしょう。あのちゃんはゆるめるもの3期生メンバーとして加入しグループ内ではギターを担当していました。知名度を誇るアイドルグループでその中でもあのちゃんは役者としてドラマや映画に出演したりモデルとして活躍してきました。その後2019年9月30日にゆるめるもを脱退。バラエティ番組への出演が増加したのはその後だったのであのちゃんが元アイドルであることをあまり知られていないのはこれが理由だと思われます。そこからはモデル、女優さらにはタレントなど活動の場を広げていくのと同時に音楽活動を続け2020年にはあのの名でソロ活動を始めました。2021年にはバンドイズを結成しボーカル兼ギターとして活動しています。2023年公式のプロフィールでは本名、生年月日、年齢が非公開になっていましたが過去のインタビューなどによってその情報はある程度明らかになっています。そしてあのちゃんの本名は清水彩乃さんだと言われています。かつてファッション誌 HR に掲載されていたことで判明されたそうです。生年月日は1997年9月4日ではないかと言われており、さらに出身地は千葉県柏市で最終学歴は私立日本体育大学柏高等学校中退との情報もあります。今のあのちゃんのキャラから考えて体育系の学校出身というのはどうにも信じられないように思えますよね。バラエティ番組ロンドンハーツの運動会の企画で良い成績を出した上で最後には悔し涙を流し話題になっていました。とはいえ今の芸能界ではマルチタレント化するのはある種当然の流れだと思われます。あのちゃんは他にも命に関する話題があります。2023年4月10日世界丸見えテレビ特捜部にゲスト出演したあのちゃん、かつて一家月刊食事をどう夏だけで生活していたことを明かしました。ご飯などがあまり得意ではなく1ヶ月ドーナツにハマった時期がありその結果食べ続けて3キロ痩せましたと言います。また2月11日に出演した川島明の芸能界通信簿では約18万円する大型冷蔵庫の中にはお菓子とアイスしか入っていないと明かしています。番組で本人が語ったところでは歯医者からは
ちゃんと食べないと歯がダメになると指摘され、除霊師からは大地のものを食べないと3年後に死ぬと余命宣告された過去もあると話していました。今や飛ぶ鳥を落とすかの勢いで大人げのあの治安多忙が続く中で、やはり心配なのは極端に偏った食生活ではないでしょうか。あのちゃんの独特なキャラに惹かれファンになった人も多いと思います。体に気をつけ、今後の活躍にも期待したいところです。最後までありがとうございました。